312PB フェラーリ 312PB は1971年から1973年のスポーツカー世界選手権を戦うためにフェラーリが開発したプロトタイプレーシングカーである。1971年ニュルブルクリング 1000km での 312PB 国際自動車連盟は1972年より選手権対象を 排気量 3000cc 以下のオープンプロトタイプに変更することを決定し、これにより3000から 5000cc クラスのマシンが締め出されることになった。ポルシェは名車917を用して1969年から1971年まで世界選手権を3連覇した後、1972年から北米のカナディアン・アメリカンチャレンジカップへ転身した。 一方のフェラーリは 5000cc の512で1970年と1971年を戦いながら並行して 3000cc の新車 312pb を開発し1972年より本格投入する計画を立てた。 開発は1970年から始められ、その年に登場した、フォーミュラ1の312バイトに搭載されたエンジンを、デチューンして使用された。このエンジンは、1969年の 312P4 の60度、V 型12気筒とは、別物の、180度、V 型12気筒に 1991CC4、カムで、1気筒あたり4バルブを持っていた。 特筆すべきはこのエンジンのクランクベアリングが4つしかないことで、これは長いクランクシャフトとフライホイールの間にラバーダンパーを挿入することによってクランク自体の振り振動が少なくなったため可能になった。またカム駆動がそれまでのチェーンからギアトレーンへ変更された。ギアトレーンはチェーン駆動より振動などの問題は増えるが、 高回転でのバルブタイミングの正確さを求めたためと言われる。これらにより摩擦ロスが抑えられた結果、最高回転数は1万 rpm を超えることになった。燃料供給は 312p と同じくルーカス製の機械式燃料噴射装置、点火装置もマニエッティマレリのトランジスタ点火装置、ディノプレックスを採用していた。最高出力は F1 仕様の 480HP、12600rpm に対して、440HP、1800rpm と発表された。シャーシは、それまでのフェラーリスポーツプロトタイプカーと、同じく、交換スペースフレームにアルミパネルよりベット止めした、通称、エアロと呼ばれる、セミモノコックで、左側のサイドシル部分に120リットル入りの、 燃料タンクを搭載した。これは右側に乗るドライバーとのバランスを取るためと言われている。ホイールベースは 2220mm で312、P より 150mm 短い。エンジンはサブフレームに取り付けられるが、F1 と同じくエンジン、ミッションが構造体の一部として、リアの足回りを支える設計になっている。 サスペンションは、基本構成は 330p2 からの足回りを踏襲し、フロントがダブルウィッシュボーンとコイルダンパー、リアがアイアームと逆 A アームの4リンク、コイルダンパーの組み合わせ。ボディーワークは 512M の風洞テストの結果からデザインされ、形状はオープンボディのみ。開発時はアルミ製だったが、実践用は繊維強化プラスチックで製造された。 車両重量は発表時 585kg で 312p より 100kg ほど軽かった。1970年に 312pb は3台製作され1台が実戦に向けシェイクダウンテストを行った。フェラーリは1971年をテストの年と割り切り、レースには1台のみを参戦させていたが、 第一戦のブエノスアイレス 1000km で、イグナツヨギュンティが、自己死するという最悪のデビューとなった。312PB はシーズンを通して一発の速さは、あったが、耐久性の低さを露呈した。この結果フェラーリは1972年に向け、速さより、耐久性の向上へ開発の目を向けることになった。ないは、車体番号。 1972年ニュルブルクリング 1000km での 312PB08861972 年のレギュレーションではそれまでグループ6と呼ばれていたカテゴリーをグループ5へ移行し名称もスポーツカーへ改められたまた最低重量の精度が復活した1971年からの変更点はエンジン出力の向上ギアボックスの分割化 シャーシの強化、燃料タンクの分割化、タイヤのロープロファイル化によるカウリングの形状変更などが挙げられる。さらに、チーム体制に大きな変更があった。1972年から3台を1レースに出場させる体制であったが、3台を1チームでにチーム編成し、片方のチームがレースに出場しているとき、もう片方のチームはマラネロで、 マシンのプリペアに専念するという体制が敷かれた。これが1972年に功を奏することになった。従来のフェラーリのスポーツプロトタイプカーは、新車のうちは速いが、シーズンを通して明らかに、プリペアが足らず、リタイアに追い込まれるというパターンがあったが、ここでようやく勝てる、チーム体制になったと言える。またドライバーも、耐久レースの性格上、 シートポジションなどの調整時間を省くため、背格好の似た選手が組み合わされた。1972年は、前年の準備期間とチーム体制が好を奏し、出場レースにすべて優勝し、ルマンの前にシリーズタイトルを決定するという快挙を成し遂げた。1973年ニュルブルクリング 1000km での312。 PB08881972 年型からの変更点はエンジンが F1 仕様のものと同じボアファイ 80mm、ストローク 49.6mm へ変更されたことで、総排気量は 2992CEC、最高出力 460HP、11000RPM へ向上していた。インダクションボックスの追加。 マニフォールドの形状及び長さの変更によって、常用回転数の拡大が図られた。シャーシは、ロードホールディングの向上を目論み 120mm、延長され 2340mm になった。駆動系に目立った、変更点はないが、リアブレーキが、バネした重量軽減のためインボード化され、それに伴い、リアサスペンションのロアアームが逆エアアームから、 パラレルアームへ変更された。ボディはダウンフォースの増加を狙い、シュトゥットガルト工科大学の風洞設備を使用して決定された。その結果1972年型のノーズにあった用途不明のエアインテークは廃止され、ノーズ中央後部がへこんだ形状にされた。リアカウルも上面がよりフラットな形状にされ、リアウィングがより高い位置にマウントされた。使用タイヤが 前年使用していた、ファイアストーンのレース撤退により、グッドイヤーへ変更になった。なおこれらの変更はすべて前年使用されたマシンに改良が加えられ、新たに 312PB が製造されることはなかった。また、使用台数も前年の8台から5台へ減らされ、レースによって3台と2台を使い分けることになった。減らされた3台は、 プライベーターとコレクターへ売却された。1973年の第9選手権には、1972年のルマン24時間レースで優勝したマトラが、前線出場の体制を明らかにしており、そのマトラ MS670 バイトに搭載される V12 エンジンは 475HP を発生すると言われた。エンジン出力だけで見た場合、 フェラーリ 312PB とマトライム S670 バイトは、ほぼ同性能であり、互角の戦いをすると見られていたが、1973年の、フェラーリチームは、親会社のフィアットの移行で、レース活動の予算を大幅に減らされてしまった。第一戦にあたる、デートな24時間は、資金不足のため不参加となり、第二戦のバレルンが6時間から参戦した。だが、 序盤は1973年型の延長されたホイールベースが原因のアンダーステアを克服できずマトラの後陣を廃した。この年の選手権は11戦中上位8戦のポイント合計で争う有効ポイント制が導入されていたが最終戦が開催されなかったため10戦中7戦の有効ポイントでチャンピオンが決定されることになりその結果 有効ポイントで勝るマトラにマニファクチュアラーズチャンピオンを明け渡す結果になった。翌年のルマンでもマトラは優勝したが、皮肉にもマトラはスポーツカーレースに入れ込みすぎた結果、マトラオートモビルの屋台骨を傾かせる結果になった。その後、スクーデリア・フェラーリはフィアットのレース予算縮小の決定を受け、F11 本に絞った活動の結果、1974年以後、 F1 で目覚ましい活躍をすることになる。なお、312PB は1974年に向けた改良がなされており、予算縮小がなければ、1974年もワークスでレースに参加したであろうと言われている。1974年型に改良されたマシンは、プライベーターへ売却され、レースに参戦したが、1974年以降、フェラーリは、 ワークスとして、スポーツカーレースには参加していない。ありがとうございます。